今回の動画は先日アップロードしました WGP500MotoGP 最速列伝獰猛な 500cc マシンを巧みに操るレジェンドライダー達のパート2の動画です登場するライダーは総合優勝を勝ち取ったライダーであったり記憶に残るライダーをまとめてみました全てがレジェンドライダーではありません皆様の印象に残るライダーがいましたらコメント欄に書き込みをお願いいたしますマルコ・ルッキネリコーク・バリントンマイク・ボールドウィンや日本人ライダーは第3弾で登場させていきたいと思います 最後までご視聴をお願いいたします。まず最初は、イギリス人ライダーとして、プレミアクラス最後のチャンピオンを獲得したライダー、バリーシーンの登場です。1976年と1977年、鈴木が初めて 500cc クラスに投入した、スクエア型4気筒ワークスマシン RG500 に借り、2年連続で WGP500cc クラスチャンピオンになった。カリスマ性のある英国チャンピオン。バリーシーンはカリスマ性があり、非常に才能のあるバイクレーサーで、派手なスタイルと、レースへの恐れを知らないアプローチで有名でした。 シーンのライディングスタイルの重要な要素。ショーマンシップ。シーンはショーマンシップの達人で、バイクでウイリーや、その他のアクロバティックなスタントを頻繁に披露しました。彼のドラマチックな才能は、観客の人気を集めました。アグレッシブなライディング。ショーマンシップの裏には、計り知れない、強靭で鉄の意志を持ち、アグレッシブなライディングスタイルを持ち合わせていました。最大のライバルは、ケニー・ロバーツでした。彼はバイクと自分自身の限界に挑戦することを恐れませんでした。 ライディングのスムーズさ、アグレッシブな評判にも関かかわらず、シーンはスムーズでコントロールされたライディングでも知られていました。彼は必要な時に信じられないほど正確でした。バイク開発能力、シーンは鈴木のバイクの開発に深く関わり、エンジニアに貴重なフィードバックを提供しました。シーンがバイクレースに与えた影響は、2回の世界選手権制覇を遥かに超えています。彼のカリスマ性と並外れた才能が相まって、彼は世界的なスーパースターになりました。 彼の遺産は、ライダーやファンにインスピレーションを与え続けています。1981年、ヤマハは、イギリスの英雄バリーシーンを迎え入れ、ケニー・ロバーツとの夢のコンビを結成。新しい YZR500 は、白と赤の鮮やかなカラーリングで、サーキットを彩った。二人のライダーは、互いをライバルでありながら、チームメイトとして、激しいバトルを繰り広げた。その姿は、監修を熱狂させ、ヤマハの GP における地位を確固たるものにした。 この年、ヤマハは異なったエンジンレイアウトを持つ2種類の YZR500 を投入。V 型4気筒の 0W53 と、スクエア4と呼ばれる4気筒エンジンの 0W54 を開発した。スクエア4は高速域で有利なロータリーディスクバルブを採用していた。レースを引退した後、彼はイギリスからオーストラリアに移住。ファンレターを送る場合、オーストラリア、海の近く、バリーシーン様、という宛名だけで届いたという。フランコ・ウンチーニ、イタリアの WGP500cc チャンピオン。 この年、フランコ・ウンチーニは 500cc 世界選手権で圧倒的な強さを見せました。当時は年間12戦しかなく3戦リタイア、ボイコット1戦に対して年間5勝をマーク。開幕戦を除いては全て表彰台にいました。この年のタイトルダッシュは彼のスキルと決意の証でした。3年連続チャンピオンだったケニー・ロバーツを1981年にマルコ・ルッキネリが破り、それに続き82年も鈴木が2年連続総合優勝を獲得。 1978年から1980年まではヤマハのケニー・ロバーツに敗北をしていましたが、当時の鈴木は WGP 界では最強のメーカーでした。ヤマハは V4 エンジンを投入した YZR500 も熟成が進まず、ホンダも NR500 を諦め、NS500 を投入したばかりのシーズンでした。まさにカオス時代の鈴木でした。打倒ケニー・ロバーツを目標に、鈴木は RG ガンマ500の開発に成功。マルコルッキネリに続き、見事、タイトルを獲得。 ウンチーニのライディングスタイルは次のようなことで知られています。滑らかさと性格、より攻撃的な同世代のライダーとは異なり、ウンチーニのライディングスタイルは滑らかさと性格さが特徴でした。彼はバイクから最大限のパフォーマンスを引き出すと同時に、コントロールを維持する能力にも長けていました。一見地味なイタリア人ライダーでしたが、このシーズンはマシンと本人のコンディションがぴったり合致したシーズンだったと思います。ライディングの一貫性に関して、 滅多にミスをせず、常に勝利に貪欲で、他のライバルの脅威でもありましたが、やはり、他のメーカーの大変換期に、打倒ケニー・ロバーツという目標を明確に抱いていたマシンを狩る、うんちぃには強かったとしか言いようがありません。レース技術に関して、彼はレーステクニックの達人でもありました。変化するレース状況に適応し、懸命な判断を下すことができました。勝ちだけが全てではなく、ポイントを着実に積み重ね、最終的にタイトルを勝ち取ることに専念したシーズンでもありました。 強い精神力、ウンチーニも強靭な精神力を持っており、それがプレッシャーの下でも冷静さを持ち、重要な判断を下すのに役立ちました。1982年のウンチーニの勝利は、長年の努力と献身の集大成でした。彼のライディングスタイルと熟成されたパワフルな鈴木 RG ガンマ500の組み合わせにより、彼はケニー・ロバーツやフレディ・スペンサーのような選手にとって手強い相手となりました。当時のレースファンなら、覚えている方も多いのではないでしょうか。そう、ガードナーとの接触事故。 1983年のオランダ GP での事故。1983年のオランダ GP において、ウンチーニはレース中に転倒し、コース中央に投げ出されてしまいました。コース外に退避しようとしたその瞬間、後続のウェインガードナーのマシンと接触。ガードナーのマシンの前輪が回転し、不幸にもウンチーニのヘルメットに直撃しました。ヘルメットは吹き飛び、ウンチーニは無防備な状態で地面に叩きつけられてしまいました。 意識を失い病院に搬送されたウンチーニでしたが、幸いにも回復し、レースに復帰することができました。ガードナーもこの事故で負傷を知りたいとなりました。ウンチーニは、この事故は偶然の出来事であり、ガードナーを責めることはないと語りました。フランス人ライダーのクリスチャン・サロンは、WGP500 でのキャリア中、スムーズでスタイリッシュなライディングスタイルで知られていました。彼のアプローチは、精度とコントロールを重視しており、それは当時のパワフルで時には気まぐれな、500cc2 ストロークバイクに適していました。 サロンは特に高いコーナースピードを維持することに長けており、これによりコーナーで勢いを維持し、出口での加速を最適化することができました。500cc 世界選手権に出場したフランス人ライダー、クリスチャン・サロンはスムーズで一貫性のあるライディングスタイルで知られていました。彼は力任せではなく、精度とテクニックに頼るフィネスライダーとよく言われていました。彼のライディングスタイルの重要な側面は次の通りです。精度、サロンはコーナリングとブレーキングの卓越した精度で知られていました。 彼はトランクションの限界を正確に判断し、スムーズな操作を実行できました。一貫性、彼のライディングスタイルは驚くほど一貫性があり、レース中ずっと高いペースを維持することができました。テクニック、サロンは様々なバイクやトラックの状態に適応できる技術に優れたライダーでした。防御的なライディング、同世代の一部のライダーほど攻撃的ではありませんでしたが、サロンは自分のポジションを守り、ミスを避けることができる熟練した防御的なライダーでした。 サロンのライディングスタイルは彼の技術力と精度と一貫性を通じて結果を出すという彼の決意の証でした。彼のオートバイレースへの貢献は今日でも記憶に残っています。ハングオンが主流だった時代に唯一リーンミズでコーナリングする独特なスタイルを確立。上体を深く沈め内角を深くえぐるようにバイクを倒し込む。前後タイヤを同時に滑らせるドリフトを武器に高速コーナーを攻略。 その流麗かつアグレッシブな走りは多くのファンを魅了したが、度重なる転倒に悩まされ、惜しくも通算一勝に終わった。ズバ抜けた速さはなくても、皆さんが愛してやまない、あの、ニール・マッケンジーよりは、優秀な成績を残した、ライダーでした。次に紹介するのは、クロート好みの方が大好きな GP ライダー、ニール・マッケンジーです。500cc 世界選手権 WGP500 に参戦した、スコットランド人ライダー、ニール・マッケンジーは、彼は、攻撃的で、果敢なライディングスタイルで知られていました。 彼はトラック上で大胆なアプローチを頻繁に見せ、コーナーで限界まで攻める能力と追い越し操作における粘り強さが特徴です。マッケンジーのライディングは強い競争心とリスクを厭わない姿勢が特徴で。1980年代から1990年代初頭にかけてのレースキャリアで。彼は恐るべき存在でした。スコットランドが生んだ若き才能。ニール・マッケンジーは20歳という若さでプロライダーとしてのキャリアをスタートさせました。イギリス国内で圧倒的な強さを見せつけ。 1985年には2クラス制覇という快挙を達成。翌年、世界の舞台であるグランプリへと飛び込みます。パワー不足のマシンを乗りこなしながら、持ち前の才能と安定感で周囲を驚かせ、初年度からトップ10入りを果たしました。その後、ホンダ、スズキ、ヤマハといったトップメーカーのワークスライダーとして活躍し、数々の名勝負を繰り広げました。1995年にグランプリを引退した後も、イギリスのスーパーバイク選手権で輝かしい成績を残し、レジェンドライダーとしてその名を刻みました。 強烈な印象を与えたライダーでもあるが、WGP500 での優勝回数はゼロ。ポールポジションは一度きり。以外にも、ファステストラップは一度も記録したことがありません。しかし、印象に残る GP ライダーでした。ルカカダローラは 500cc の世界選手権に出場したイタリアの非常に熟練したオートバイレーサーでした。彼はスムーズで正確なライディングスタイルで知られていました。カダローラのライディングテクニックの重要な側面は次の通りです。 ライディングの精度、カダローラは、コーナリングとブレーキングの卓越した精度で有名でした。彼はトラクションの限界を正確に判断し、スムーズな操作を実行できました。ライディングスタイルは驚くほど一貫性があり、レース中ずっと高いペースを維持することができました。様々なバイクやトラックの状態に適応できる、技術に優れたライダーでした。防御的なライディング、同世代の一部のライダーほど攻撃的ではありませんでしたが、自分のポジションを守り、ミスを避けることができる、熟練した防御的なライダーでした。 デビューから数年間は、天才的な速さとともに、その才能を最大限に引き出すことができずにいました。しかし、1991年、ロスマンズ金本本大の遺跡という新たなステージを迎えた彼は、表返します。速さだけでなく、安定感、そして勝負強さを兼ね備えた、まさに完全体へと進化を遂げたのです。そのライディングスタイルは、まるで芸術作品のように美しく、特に腰をあまり沈めない独特のコーナリングフォームは、彼のトレードマークとなりました。彼は、モータースポーツ界の渡り鳥のような存在だった。 マールボロヤマハ、ロスマンズホンダなど、数々の名門チームのユニフォームを身にまとい、常に新しい挑戦を求め続けた。彼は、中量級クラスの歴史に不滅の記録を刻んだ。34戦連続ポイント獲得という金字塔は、20年以上の時を経た今もなお、誰も破ることができていない。続いては、幻の4年連続タイトルを逃してしまった。ヒウンのスパルタンライダー、ウェイン・レーニー、アメリカン・イーグル、ウェイン・レーニーは、特に 500cc クラスで、グランプリモーターサイクルレース界を席巻していました。 彼のライディングスタイルとパワフルなヤマハ YZR500 の組み合わせにより、彼は手強いライバルとなりました。最大のライバルは親友でもあったケビン・シュワンツ。アメリカのレース時代からのライバルであった。シュワンツのレースへのモチベーションは打倒レーニーであったことは言うまでもありません。ライディングテクニック、レーニーは次のようなことで知られていました。スムーズさ、より攻撃的な同世代のライダーとは異なり、レーニーのスタイルはスムーズさと正確さを持ち合わせていたのが特徴でした。 また、どことなく、師匠のケニー・ロバーツのライディングフォームにも似ていました。ライディングの安定性と強烈なモチベーション。レイニーは驚くほどの一貫性がありました。彼はミスを犯すこともありましたが、それを教訓にして、同じミスを繰り返すことなく、絶えず修正を繰り返し、常に勝利に貪欲で、ミスター100%、いや、ミスター120%でした。バイクコントロール。彼は卓越したバイクコントロールを備えており、それは彼の高いコーナースピードを維持し、ブレーキング時に安定性を維持する能力に現れていました。 WGP500 でのキャリアすべてが YZR500 だったので、フィードバック能力に優れたライダーでした。時には曲がらないマシンを力でねじ伏せ、体に負担がかかることもただありました。レーニーはレースクラフトの達人でした。彼は忍耐強く、計算高く、ライバルよりもタイヤとバイクを節約できることがよくありました。ここは先輩のエディ・ローソンのライディングを見習っていたようです。レースキャリアのハイライト、1990年代序盤からの圧倒的な大躍進。 レイニーは 500cc の世界選手権1990から1992で3年連続優勝し、同世代で最も優れたライダーの一人としての地位を確立しました。92年シーズンは NSR500 を狩るミック・ドゥーハンのパワーパワーライディングに圧倒されましたが、怪我によりシーズンを一時脱落。レイニーの独壇場となる。そして悲劇的な事故。1993年のイタリアグランプリで起きた恐ろしい事故で。 彼のキャリアは短く終わり、彼は脊髄を損傷し、下半身の麻痺状態に陥りました。レイニーのレガシー、レースキャリアの悲劇的な終わりにもかかわらず、レイニーがスポーツに与えた影響は否定できません。彼は真のチャンピオンであり、勇気と決意の象徴として記憶されています。レイニーのライディングスタイルと競争心は、彼をモーターサイクルレースの世界で愛される人物にしました。彼のレガシーは、ライダーとファンの両方にインスピレーションを与え続けています。 最後に面白いビデオのインタビューがあり、事故の1週間前のレースで、家庭のことでいろいろ考え事があり、それで頭がいっぱいだったというエピソードを語っていました。ミスター100%らしからぬ内容でした。WGP500 でのキャリアは短いものでありましたが、総合優勝を3回、ランク2位を2回、3位を1回など、輝かしいキャリアを築き上げました。現在は元アメリカの理事長を務めて、低迷したアメリカのレース界に貢献をしています。 続いては、勝つことだけに集中し、勝利することをひたすら楽しんだ、勝つことは2位になるよりも簡単なんだよ。自分自身が努力することは2位やそれ以下でレースを終えるよりずっと楽なんだ。そう、この偉大なライダー、WGP500cc ワールドチャンピオンに5回連続で輝いたオーストラリアのミック・ドゥーハンは、1997年には年間12勝を挙げた絶対王者。攻撃的で断固としたライディングスタイルで知られていました。彼のアプローチの重要な側面は次の通りです。 攻撃性と誰にも負けない強力な闘争心。ドゥーハンはトラック上で非常に攻撃的で、自分自身とバイクを限界まで追い込むこともよくありました。彼の勝利への決意は攻撃的な追い越し操作やレース中ずっと容赦ないハイペースを維持する能力にたけていました。滑らかさとコントロール、攻撃的な性格にもかかわらず、ドゥーハンは驚くべき滑らかさとコントロールも備えていました。 彼は正確なライディングテクニックを持っており、特にブレーキングやコーナリングで強力で獰猛な 500cc2 ストロークマシンを効果的に操作することができました。強力なフィジカル。ドゥーハンは体力があり、信じられないほどタフです。これは 500cc バイクの厳しい性質に対処する上で不可欠でした。彼の強さはコーナーでバイクを操り、高速で安定性を維持するのに役立ちました。一貫性とレーステクニック。彼は一貫したラップタイムと戦略的なレース技術で知られていました。 ドゥーハンはほとんどの人が追いつけないほどの容赦ないペースを設定することでリードを築くことが多く、レース距離にわたってタイヤの摩耗とバイクのパフォーマンスを管理するのが上手でした。レースとマシンへの適応性。ドゥーハンはキャリアを通じてバイクの技術とレース条件の変化に適応しました。彼は様々なトラックや気象条件に合わせて、ライディングスタイルを素早く調整する能力で知られており、それが何シーズンにもわたる彼の成功に貢献しました。 全体的に、ニック・ドゥーハンのライディングスタイルは、攻撃性、正確性、体力、戦略的知性の融合が特徴で、彼をオートバイレースの歴史で最も優れたライダーの一人になりました。ニックは、1992年から、HRC の最先端技術が搭載されたビッグバンエンジンで、数々の勝利をつかみ取りました。しかし、1997年、彼は誰もが予想だにしなかった決断をします。それは、最新型のビッグバンエンジンを捨て、あえて旧式のスクリーマーエンジンを選ぶというものでした。 スクリーマーはその独特の振動と扱いづらさから多くのライダーが敬遠するエンジンでしたが、ニックはそのポテンシャルを信じ、自らの手でその性能を引き出しました。ニックのこの決断はチームメイトだけでなく、レース界全体に大きな衝撃を与え、彼の伝説をさらに輝かせました。現役時代は容赦なくライバルを蹴散らし、日本人選手を打ち破り、その名を轟かせた圧倒的な存在感を示したライダーでもありました。最後までご視聴ありがとうございました。